ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では村上先輩攻略編、今回もやっていきましょう。でもね、ちょっとね、指名手配されてる恐れがあるんですよね。ちょっと前回のはね、さすがにね、まずいでしょうっていう、ちょっと村上先輩と会うのが怖いんですけど、ちょっと学園にはいない町、あー大丈夫か、あこの人ですみたいな感じでさ、警察に突き出されねえかな。よく会いに行けるよな。こんなところで会うなんて、とりあえず大丈夫そうか。普通ですね。あー OKOK、 めっちゃ楽しかったよ。休日が日曜だけだとお部屋の片付けをしていただけで、せっかくのお休みが終わってしまうなんてこともありますけど、お休みが長いと、あ、なるほど、村上先輩今心に余裕があるんだな、だから大丈夫だったんだ。いやー、危ねえ危ねえ。さんと待ち合わせをしているところです。今日は二人で映画を見に行くんですよ。映画か、俺映画もね見ないからね、わかんないんだよね。誘ってくれていたんですが、なかなかお互いの都合がつかなくて。まあでもね、その向こうから映画見たいって言ったら、まあそりゃ見ざるを得ないんで見に行きますけど、基本ね、まだ決まっていないですよ。映画はまだ決まってないんだ。相手に合わせますね、何見るかは。でもさ、望月師匠とさ、村上先輩ってさ、ジャンル合わなそうな気がするんだけどね。あなたはこういう時どうしますか？いや、それは相手に合わせるよ。自分の好きな映画を選べばいいですか？でも、そんな風に決めてたら、でも楽しめないよね。実際俺だって映画楽しめないもん。いや、たまたま、あ、自分もこれ面白そうだなって言うんだったらいいけど、なんかつまんなそうだなっていうのやっぱあるんですよ。この中でいくと、ホラー映画はね、苦手。文芸映画、もうよっぽど興味ない。恋愛映画もね、っていう。まあこの中だと文芸映画なんでしょうね、あの村上先輩は。俺は全く興味ないけど。それは前から私が見たかった映画です、うん、まあそりゃそうでしょう。原作の小説で、俺ホラー映画、まああのホラー実況も、もう怖いっちゃ怖いんですけど、まあ一回ね、その付き合ってた子がなんかホラー映画とかね、そのホラーゲームとかが超好きだったんですよ。もうマジ嫌だとか思ってたんですけど、でもゼロやってるじゃないですか。ゼロやってるっていうか、あのちょこちょこ上げたじゃないですか。あれもちょっとその時教えてもらって、なんかこれあるんだけどやってみてみたいな。で、一番最初は、まあ、ゼロの第一作目やったんですけど、超怖かったですね。で、なんか途中から任せてましたもん。俺できなくて、本当に。いや、ちょっとマジこれ以上できないって思って。遅刻しちゃって。てかさ、20分遅刻するんだったらさ、なんか、LINE かなんかで一言入れればいいのに。それが、来る途中で、急に家の用事が入って。お、マジで。これはもしかして俺がピンチヒッターになるか？さっきまでずっと電話していたんだけど、どうしても帰らなくちゃいけなくて、本当にごめんなさい。いよいよ今日は俺と一緒に行くから、村上先輩は。今度にしてもらえる？わかりました。無理はしないでください。まあしかも文芸なんて、望月師匠興味なさそうだしね。わざわざここまで来なくても。電話をしてくれるだけでよかったんですよ。まあ、確かに。そんなわけにはいかないわよ。ふみおちゃんには師匠さすがだな。謝りたかったの。そうだったんですか。まあ確かに。日を改めて、そのまあちょこっと2、3回会ってお断りされる時も、基本やっぱ LINE とかで連絡が来て、ちょっと会わないんでっていう感じじゃなくて、そのだいたいね、その彼氏ができたとか。なんか元彼とよりが戻ったとか、なんかそんな感じでお断りの連絡が来るんですよ。で、ちなみに俺は自分から断るときは連絡しないです。その婚活パーティーとかで知り合った子なんで、なんか連絡を取らないでそのままフェードアウトしていくっていう。まあね、連絡してすっぱりやるか、そのままなんとなく終わらせちゃうかって言われると、これは結構分かれちゃうんですけどね。俺は連絡しない派です。悪いなとはちょっと思ってるんだけど、うん、まあでもそれが婚活なんで。だ、結局相手も何人かとやり取りしてるし、こっちも何人かとやり取りしてると、なんか自然とねそうなっちゃうんすよ。待ち、お、イベントが起きてるではないか。いよいよ今日
今日からアルバイトが始まる。今日から始まるんだ。結構日にち空いたよね、決まってから。でも人手不足なんじゃなかったのか、店長。安心かな。あの村上先輩、申し訳ないんですけど。え、なになに、もしや俺不採用？やっぱり二人は雇えませんって。夏目さんは午前中で上がりなんですよね。本当にすみません、どうしても外せない用事が。いや別にアルバイトなんだからいいでしょう。午後は私たちがきちんと店番をしますから、そんなに気にしないでください。でも新人で店番か、結構不安だな。よろしくお願いします。いや、あとね、どんな客が来るかどうかだよな。変な客、本屋だからね、変な客がいるかって言われると多分少ないとは思うんだけどね。一緒に失敗しようって。ダメでしょ、失敗したら。一人で頑張ってと。精一杯フォローするよ。精一杯フォローするよってさ、経験は同じだぞ、俺もお前も。なんで俺先輩ぶってんだよ。頼むよ、マジ変な客来ないでくれよ。そろそろお店に着きますよ。コンビニとかだとね、なんか客層悪かったりするところもありますけどね、こういう感じのね店だったらね、変な客が来ないと思うんだよね。今日からお任せいただく村上です。誠心誠意勤めますので、どうかよろしくお願いします。どうぞ何でもおっしゃってください。それでウィース、三上です。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。なるほど、最初は店内。あ、なるほどね、商品がどこにあるか覚える、それはまあ確かに重要っすね。わかりました。それにお店の前を掃除。え、開店までに裏の倉庫から雑誌を出して。ほらやっぱりね、本を並べるっていうか本をその持ったりするんで、ほらほらほら、力仕事なんだよこれ。言ってた、確かに。私、だから言ったじゃん、村上先輩そういうのもあるよって。でも誰だよ転職なんて言い出したやつ。え、まあ俺なんだけどさ。荷物運びは任せてほしいと。結局俺がやらされるのね。でもまあ確かに男と女がいたら、まあ大体重いものは男が持つでしょ。それはしょうがないよ。村上先輩、ここは彼に任せちゃいました。ちょっと夏目君、君何を言い出すんだ。急がないと。ああそういうことね。開店時間までに間に合わなくなっちゃいます。そうですね、じゃあ雑誌運びはお任せしていいですか。うん、任せなさい。ありがとうございます。私も自分のできることを頑張りますね。ちょっと棚を見てきます。村上先輩、棚を見る目が輝いてる。やっぱり本が好きなのね。まあね、本が好きっていうのはわかるけどね。店長さんが呼んでるよ、早く雑誌を取りに行った方がいいんじゃないかな。あ、すいません、行ってきます。村上先輩、とにかく午前中は3人で乗り切りましょう。この店に3人って多くないかっていうかさ、村上先輩何これ、すごくないかこの格好。店違うでしょ。ちょっとこういう店なのこの本屋。俺毎日通うよ、言っとくけど。まあ村上先輩が毎日いるかって言われたらあれなんだけど、これだったら俺通うよこの本屋。なんか一冊本買うよ。この調子なら。いや、すげえ格好してんな。村上先輩、私はそろそろ上がりますね。お疲れです。はい、夏目さん、お疲れ様でした。あの、やっぱり私も残りましょうか。いや正直残ってほしいけどね。でもまあ外せない用事があるって言うんだから、それはしょうがないよ。心配しないでください、私たちは大丈夫ですから。いや俺心配だよ。頼むよ、午後変な客来んじゃないよ本当に。あなたも、じゃああとはよろしくお願いします。では、まあでもコンビニじゃないっていうところがまだ救いっすかね。コンビニでバイトしてた人とかにも話聞くとなんかまあ受けるっちゃ受けますけどね。でもな、本だからね。そのヤンジャンが発売する週とかあるじゃないですか。その時、おい店員、ヤンジャン、ヤンジャンとか言われたらしいですからね。なんだよこいつとかも。ヤンジャンそこにあんだろ、自分で取れよみたいな。え、不安だよマジで。超不安だよ本当に。まあ一緒にいると楽しいかな。本当ですか。そう言ってもらえると。まあ確かにね、楽しく仕事をするっていうのも一つ重要ですからね。私もちょっと楽しいかも。不思議です、あなたと話をしていると心の緊張がほぐれていく気がします。まあいい同僚でしょう。これでね、嫌な上司とかさ、
なんか変な同僚とかとさ、ね、一緒になるとさ超困るんですよね。こっちもお店の隅に行って小声で話しましょう。いやレジで話していいと思うよ。だってレジに並びに来たお客さん、そしたらどうすんの。仕事の分担のことですけど、あ、どうしますか。分担ね。あなたが裏方、ずっとそれでいいですか。裏方って何。適材適所。本屋の裏方なんてあんの。でもそういう、だって本は全部出すでしょ、あの店に。これくらいなんでもない、あなたがいてくれて。てかさ、レジできんの。レジの操作教わった。お客様、頼むよ、普通の客でいてくれよ。 GF マガジン、 GF マガジンって何。ガールフレンドマガジンってこと。こちらご案内いたします。俺も欲しい。 おこれは忙しくなってきたな。少々お待ちください。いつの間にかレジが、いやレジはまず気を配りなさいよ。コンビニは気を配ってくれますよね、一応レジは。まあやる気のないやつだとだよ、早く来いよとか思いますけど。ありがとう。 OK 任せろ、レジは。お客様、お待たせしました。お探しの方はこちらになります。まあコンビニと違ってレジは一人いれば多分大丈夫でしょう、少し混んだとしても。まあコンビニはもう多分二人並ぶともう一個のレジ開放しますけどね。お客様の対応がうまくできなくて焦っちゃいましたが、そうですね、どっちかっていうとまず本屋はやっぱり接客業ですからね。夏美さんが帰ってしまって心細かったけど、あなたがいてくれてよかったです。私一人だったらどうなっていたか。もっとしっかりしないといけませんね。いやでもこんな格好した子がさいたらさ、マジでこの本屋売り上げ上がんじゃないか。え、店長いないの。パチンコ行っちゃったとか。あなたも知らないんですか。いやでもね、ブラックな感じがしたからね。何か書いてあるんだよメモ。これ店長さんの書き置きでしょうか。そんな、いやマジかよ、超ブラックだよこの企業。やっちまった、ね、ブラックバイト流行ってますからね。いやまさか自分がそのブラックバイトにぶち当たるなんて。ふざけんなよ店長。あなたの言う通りです。まあひとまずなんとか乗り切るしかないよ。いやブラックなところに入っちまったもんだ。ありがとうございました。もうこんな時間ですか。夢中で仕事をしていたらあっという間ですね。そうですね、仕事の時はなんか、ね、時間が経つのが早いか、まあたまにね、うわまだこんな時間かよっていう時もありますけどね。慣れるまでまだしばらくかかりそうです。本に囲まれてとっても幸せなんですけどね。まあここはね、雰囲気がいい本屋だから。私の今後のシフトはどうなってるかですか。何何、もう早速シフト聞いちゃうの。こんな感じですけど、なるべく一緒のシフト。いやいや、なんでさ、なんでお前が決めるんだよ。まあ店長いないからさ、やりたい放題だけどさ。でもその分さ、だってバイト代出してくれんの。勝手にシフトに入るわけでしょ。いや俺はね、そんなの認めないよ。私も早く一人前になれる。せめてさ、あの店長に連絡取りなよ。一緒に帰らないか。てかさ、2人ともこれ何、閉店まで一緒にいたんだ。開店から閉店までってさ、店って8時間超えないか、実労働時間。大丈夫、残業代とか。まあ、拘束時間は9時間ですよね。そうするとで1時間休憩の、まあ、8時間労働。まあ閉店時間が何時か分かんないですけどね、開店時間と閉店時間か。まあとりあえずバイトの初日が終わって、なんかブラックな企業っていうことが分かったんですけど今日は村上さんがいないんで次の日に行きましょう。学園チェック、お、いるいる。いやでも夏目さんもよく頑張ってるよな、そこで。あなたですか。やめたいとかならないのかね。こんにちは、今日もいいお天気ですね。それで私に、これは聞きたいことタイムか。私に聞きたいことですか。よしよしよし、評価上げた、評価上げ。これは読書についてですね、完全に。読書について。でもさ、読書についてって曖昧だよね、やたら。例えばさ、婚活パーティーとかのプロフィールなんで、まあ読書好きって書いたらさ、あ、何の本読みますかみたいな感じだけど、読書についてどう思いますかって聞かれても、まあ俺はあんまり読書しないよっていうくらい夏休みになると
図書館にこもることも増えてしまいまして、行き過ぎも良くないですよね。うん、バイトしなさい、バイト。私はこれから用事があるので、これで失礼しますね。じゃあもう次の日へ進んでみましょう。8月の7、学園は、まあハテナがあるけど、これもスルーでいいでしょう。ってことはいないな。そもそも今日人が少なかったな。見える人で3人しかいなかった。8月8、学園にはいない。町もいない。なんかね、2日くらいね、なんかいない時ありますよね。で、8月の9、いない。町にはいる。こんにちは。今日は学校の図書館に行くところです。ほんほんほん。そういえば子供の頃、この話なんか前回聞きましたよね。課題図書の話ってありませんでしたか？私あれを読む。でもさ、別にさ、課題図書って確かにありましたけど、別に課題図書じゃなくてもいいっていうシステムでしたよね。頑張って読もうとしたりして、俺課題図書とかね、多分読んだことないっすね。なんか読みやすそうなっていうか、簡単そうな本にして読書感想文書いてた気がするから。私ため息をついていましたか？あ、そうそうそう、なんだっけな、なんかクロエさんが来てて、なんかなかなか帰らないみたいな、確かそんな話で、選択肢も1個出た気がするんだけど、ちょっと細かくは覚えてないな。日本文化か。クロエさん何やってんだろうね、日本文化。俺あれなんすよ、実は茶道できるんすよ。大学の時に茶道サークルに入ってて、で、まあ、なんで茶道サークルに入ったのかっていうと、まあ、やっぱり女の子が一番集まるのは多分テニスだと思うんですよ、テニスサークル。でもテニスサークルは多分モテる男もいっぱいいると。でその中での勝負はもう俺は絶対できない。でどこを狙うかっていうと、女の子が結構いい質の子がいて、ライバルの男が少ないって考えた時に目についたのが、ちょっと待って、目についたのが何これはね、声をかけるべきだったかな。です。で目についたのが茶道サークル。で茶道サークルだと俺、まあ前々から言ってるけど、結構おしとやか系な女の子が好きなんで、あ、女の子結構良さそうだなと。で大体男が茶道やるっていうのはないじゃないですか。じゃあここだっていうことで茶道サークルに入りましたね。まあ、確かに女の子もまあいっぱいいたっちゃいっぱいいたんですけど、自分の学年とか自分の他にあと一人だったんですよ、男の子で、あと他女性っていう。でちょっと女性がね集まるとね、ちょっとねめんどくさいんですよね。仕事とかでもほら、なんかそのパートさんたちとかもいるけど、やっぱちょっとねめんどくさいことが起こったりするんですよ。で、うわ女性めんどくせえなっていうところ、いわゆる、まあ、そこがちょっと大変でしたけど、まあ俺基本的に上っ面だけはいいんで、まあ、同年代もそうですし、特に後輩陣とかですね、後輩陣の女性陣からの評価は抜群に高かったです。でまあ結局そこまでなんですよまあ簡単に言うと、人いい人止まりで、まあその後輩のね男の子から聞いても、三上さんそこまで女性陣の評価が高いのさすがっすみたいな、まあそんな感じの大学サークルでしたかね。一応まあその時同じサークルの中で彼女を作りましたけど、まあもうね別れてはいるんですけど、見てないよねってか絶対見ないんですけど、この実況動画あとちょっと あるのが、そうですね、ちょっと婚活パーティーで知り合った子何人かにはね、その実況動画やってますって言って、その自分のチャンネル見てくれた人とかもいるんで、こういうの見てんのかなっていうのがちょっと心配って言ってもまああれですけどまあもう別にいいやっていう気持ちはありますけどね。都心といえば一度ぜひとも突撃したいお店があるのですよ。全然この2人の話聞いてないな。日本食文化のワンダーラン駄菓子屋さんです。色とりどりのカラフルなお菓子、素敵です。カラフルなお菓子って言ったら外国の方が、でもお菓子的にはカラフルじゃないか。見ているだけで楽しいですよ。なんかすんげえ色したお菓子とかありますよね。じゃあ一緒に行きましょうか。いいですね、今度一緒に行きましょう。そう、俺もという感じでイベントが終わって次の日へ行きましょう。8月10日、
いない町いない、またちょっといないデーがで8月11日、おいるいるいる、なんでグラウンドにいるんだ、一番グラウンドが似合わない女性なのに。こんにちは、今日も暑いですね。打ち水ね、打ち水してる家あんまり見ないけどね。夕方になれば少しは涼しくなるでしょうか。ところで今日はどこかにお出かけですか。私は図書委員の仕事で図書館に行く。あ、じゃあ俺も一緒に行くよ。本を読まなくて。おお、いいねいいね。涼みに行くのはありかですか。あの DS やりましょう、ね、DS ちょっとモンハンをやりたいんで。モンハンはね結構進んでるんですよ。もう上位にもなってるし、クエストもあのランクいくつかな、8とかまで行ってるんで。ただねモンハンはね普通にやってる動画を上げてもまああんまり面白くないんで、ちょっとねネタ的なものを上げたいなと思ってるんで、最近全然アップはしてないんですけど、まあかなり進んではいますね。なんでまあいいネタがあったらまたモンハンの方もアップしていきたいと思いますので、まあその際はぜひ見てくださいというわけで、今日はお次の日、今日は終わりっていうとなんかこの動画が終わっちゃうような感じっすよね。8月11日が終わって8月12日と、学園にはいない、町にいる、ハテナもありますね。ハテナとかちょっと把握しておいた方がいいのかな。 あなたですか。こんにちは、今日もいいお天気ですね。それで、お、これは質問タイムかな。ということは好感度を上げることができる。そりゃ好感度見てないな。これはスイーツについて。甘い食べ物は好きですよ。特にケーキには目がなくて。そうっすね、だからそのケーキバイキングとかも全然行きますね。そちらにとても美味しいショートケーキがあって、でもねやっぱりね、その20代の頃に比べて食べられる量が減りましたね。いや多分男性陣比べれば全然食えるんですよ。あの今でもパフェね3つとかまではいけますね。ただその20代の時は多分ね無限にっていうのもあれですけど、無限に食える自信はありましたからね。それでは私はこれから用事があるのでこれで失礼しますね。でパフェで美味しいのは一応ね、あのデニーズのブラウニーチョコサンデーとかなんかそういうの好きですね。街に行っていたから次の日だ。え、今日は何日だっけ、8月の13か。結構月日進んでるな。お、イベントが起きる。なんだこれは、なんかバイト先に来たよっていう描写なのかな。おはようございます。遅刻したかも。いいえ、そんなことは。いや大丈夫でしょ。でもどうやってその出勤を管理してるかわかんないですけど打刻する時とかわかるでしょ。過ぎちゃったんですよ、真面目だなぁなんて。まあ確かにね、早めに来ることはまあ絶対いいことかって言われるとそうでもないんですよね。その管理者からするとあんまり早く気づいて何かが起こってもちょっと困るんで。お、出た出た、村上先輩のセクシーシーン。いやこれマジめっちゃセクシーじゃないですか。俺だけそう思うの。古文書ってなんだ、古文書って。もうマジなんなのこの店長は。店長さんは本に対する情熱があるんですよ。経営者としてはダメでしょそれ。別に情熱があるのはわかるよ。ちゃんとお仕事ができるか、それがちょっと心配です。本当だよ、これ完全にさ、だって新人に丸投げしてんじゃん仕事。その職場の先輩って言ったら夏目さんくらいしかいないよ。他の人たち会ったことないんだけど。少し早いですが、お店を開けましょうか。お店ってさ、だいたいさ時間ぴったりに開けるもんじゃない。早速お客様がいらしたみたいですね。いらっしゃいませ。あー、もうこのねお客さん対応するの怖いね今。お、電話だ。大丈夫、書店でございます。おお、普通に対応できてんじゃん。書籍のご注文ですか。お、立派だね。電話対応って難しくないですか。一番最初の方どのようなご本でしょうか。お、すごいすごい。だって電話対応とか習ってないよね。
まあ、裏で習ってたかもしれないけど。昨日の新聞広告に出ていた？少々お待ちください。ただいまお調べいたします。すみません。レジにお客様がいらっしゃいます。これはテンパってきたぞ、村上先輩。大丈夫か？宅配便です。サインお願いします。これ業者なんで少し置いといて大丈夫ですね、はい、まず電話対応。お、かわいいお嬢さん、ね、ほんとかわいいよ。やっぱこういう客はいるんですよ、俺みたい。俺もね、結構ね、店員に話しかけますよ。いや、かわいいねとは言わないですよ。あー、出たね。いっぱい対応しない。まず電話。時間がかかりそうだったら名前と連絡先聞いて折り返しましょう。申し訳ございません。順番に対応いたしますので、しばらくお待ちいただけますか？で、本当に時間かかりそうだったら、まあ業者の方も相手しないといけないし。でもね、検品とか業者いいのかな？切れちゃって、これ最悪のパターンじゃん。なんだか忙しそうじゃの。じゃあまた後で。いや、これ大丈夫か？すみません。ありがとうございました。ちょっとお嬢ちゃん。おうおう、申し訳ございません。少しお待ちいただけますか？そうじゃなくて、そんなに慌てなくて。いやー、この客すげーいい人だな。やっぱね、そのお客さんも、うわ、なんだこいつって思う人と、なんか明らかにこっちが悪いけど、はい、ああいいよいいよみたいな感じでね、言ってくれる人いて、あ、このお客さん超いいなっていう人もまあいましたよね。どうもありがとうございました。やっとお客様が途切れました。今日はとても忙しいですね。まあ、そういう日もあるさ。なんだかすごく大変でした。電話やお客様の、いや、お前やめるとか言い出すなよ。うまくできなくて、注文の方は届いていたからよかったですけど、ちょっと落ち込みます。いや、やめるなんて言い出すなよ。こちらも手一杯だ。でも村上さんは頑張ってる。客が一度にたくさん来るのがいけないって客の都合はこっちはコントロールできないからね。まあ頑張ってるよね。まあでも頑張ってるだけじゃね、ダメなんすよ。そう言ってくれると世の中はほっとします。あなたはいつも私に気を使ってくれて。いや、これは優しさを見せるためにそう言いますよ。励ましますよ。不思議ですね。あなたと話しているだけでなんだか元気が出てきます。今回の反省点を踏まえて、お客様の対応などいろいろと改善していきたいです。まあ、そもそもさ、先輩からさ、そういうの教わってないからね。ここちょっとブラック企業なんで。ありがとうございます。でもいつまでもあなたに甘えてばかりはいられません。私一人だけでも焦ったり失敗しないようにしたいんです。だってまだ何回目？2回目でしょ、まあ、イベント的にはだけど。ですか？そんなことないですよ。アルバイトをしている以上、当たり前のことができるようにならないと。まあ、志はね、確かに高いけどね。お客様がいらっしゃいました。頼むよ。また ここでさ、すげえ変な客が来ないんじゃないかってすげえビビるんだけど。何かお探しですか？これおいみたいな。大丈夫か？大丈夫っぽいな。おお、危ねえ危ねえ。ほんと怖い。今度はなんとかうまくできました。接客はまだまだぎこちないと自分でも思いますが、少しずつでも慣れていかないとですね。猫さん、のんびりあくびをして。てか猫店に入れて本当いいのか？なんだか猫さんを見ていると癒されます。しかもこれ野良猫なんでしょ？まあ、野良かどうか知らないけどさ、この店の猫じゃないんでしょ？励ましに来てくれたですか？そうかもしれませんね。ありがとう猫さん。だって普通にさ、本屋さん入ってさ、猫がいたらさ、うなんだこれとか思うでしょ？あ。夏目さん、ちょっと手伝って。どうしたんですか？今日はお休みのはずでは。陣中見舞いです。店長さんもローマですし、忙しいんじゃないかと思って手伝いに来ました。いや、手伝いに来たってさ、本当勝手なことばっかりしてんな、このバイトは。ここのバイトは本当に。お気遣いありがとうございます。でも勝手に出勤してさ、それはさ、時給出んの？あ、ラッキーおじいさんが来た。先ほどのお客様いらっしゃいませ。先ほどは失礼しました。確かこちらの棚の方が、ね、これは確かにね、いい対応っすね。よく覚えておったの。実に気が利くお嬢さんじゃ。
てかさっき本の名前とか聞いたの。なんか忙しいから帰ってった感じでしたけど。どうもありがとうございます。仕事がテキパキしてってさ、ま、てお前絶対下心あるだろこのじいさん。今度は失敗せずに接客ができました。よかった。実を言うと店長さんに頼まれていたんです。今日は雑誌の発売日が重なって忙しいと思うから、なんだ勝手に出勤してきたのかと思ったよ。できれば手伝ってもらえないかって。でも店長さんの心配は杞憂でしたね。私は村上先輩はすごいと思います。いやいや待って待って待ってもうちょっとさっきのさ午前中のやり取り見てないからそんなこと言えんでしょ。こんにちは。加賀美さんも来てか。いっぱい来たな。クミオさんのお仕事先ですか。アンティークマン、とても雰囲気のいい。いや遊びに来るのはいいけどさ、ちゃんとなんか買ってってよ君たち。加賀美さん、黒井さんも。村上先輩がアルバイトを始めたって聞いたので様子を見ようと思って来ちゃいました。私もですよ。いやでも日本文化のものなんか買ってけよ。黒江さん、とても興味ありますね。茶道の本なんてどうすか、俺教えるよ。ペーパーバッグと違って味がありますね。ペーパーバッグって何。絵本からスポーツ関係の本まで充実してますよね。紙通置いてある。紙通このファッション雑誌モデルさんとっても可愛いですね。いや君たちも正直とっても可愛いよ。君たちもファッション雑誌に出れるよ絶対。私頃の迷惑でしたか。いや買い物さえしてくれれば何でもいいよ。来てくれてとっても嬉しいですよ。おっと電話だ。はい、天林堂書店でございます。先日発注した本の件ですか。在庫が見つかったのですね。よかった、ありがとうございます。早速発送の方をお願いします。はいはい。村上先輩、ここでもテキパキと仕事。いや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 、待って待って待って、俺は認めないぞ。私感動しました。ちょっと待って、お前ら。はい、よろしくお願いします。それでは失礼いたします。やっぱり電話はまだ緊張します。お、なんだ。それにしてもこのお店味があって素敵なんですけど、床がミシミシ。おい大丈夫か。古いお店だから仕方ないんです。建て替えるのも大変でしょうし。売り上げ伸びてないのかな。なんだか天井に人の顔が浮かんでますよ。もしかしてお化けでしょうか。マジか。こ怖いこと言わないでください。ここで以前亡くなった。あれは天井のシミですね。あらら、そんなのですか。そうか、残念だ。確かに残念です。そこはがっかりするところじゃないと思うんですけど。本に押しつぶされて死んだ人の霊がみたいな。お化け好きですか。お化け好きって何、どういうことだよ。この夏の風物詩ですね。私はお化け好きってか、お化け信じるか信じないかですよね。そもそもお化けは俺ね、お化けはね、ちなみにね、信じてないっす。なんでかっていうと、基本的に俺自分の 目で見たものしか信じないんで。好きですか。階段だから嫌いだよ。サンドの飯より好きで、ちょっと苦手。え、ちょっと待って、これ選択肢か、そういえば。お化けなんて、ちょっと、まあちょっと苦手なの。これは村上さんに合わせるべきだ。うん、よしよしよし。私と同じですね。まあ実際苦手ですけどね。お化けは信じてないのと、あとね、ちなみに神様もね、信じてないです。なんでかっていうと、神様見たことないから。その、あなたは神を信じますかって言ってくるじゃないですか。で、神様を見せてくれたら、俺は信じますよ。年代物の建物というだから これが神様ですみたいな。そのこれがっていうか、その写真とかじゃなくてね、実物。まあそれでイエス・キリストとかを見せられても、イエス・キリスト別にね、神じゃなくてまあ人間だからねっていうと、なんかちょっとこう宗教話になっちゃうんであれですけど、まあ俺のその考え方としては、基本的にはもう 目で見たものを信じるっていう、そんな感じです。何かお困りですか。さっきはありがとうね、助かったよ。いや出た出た出た。今度は亭主に頼まれたんだけど。このなんか村上さんが仕事できるよ雰囲気。今月発売の本ですね。それでしたらこちらが新刊コーナーになっております。絶対またさすが村上先輩みたいな。万一品切れの場合もすぐにお取り寄せできますので、お気軽におっしゃってください。本当わかんの、本当取り寄せできんの。いやお嬢ちゃん、センターに在庫がないとダメだよ。だって店長よりよっぽど頼りになるよ。おばちゃん、店長はね、
ありがとうございます。ブラック経営者ですからね。ほら出た出た。働き者ですよね。すごく生き生きしています。なるほど、あなたと体験した修羅場が、いやあれはね別に修羅場じゃないです。まあ、確かにね大変だっていうのはわかるけど、修羅場とは言えないですね。まだ私たちはそろそろ帰りますね。さよなら、ふみや。結局何も買ってかねえのかよ。待て待て待て、今日は大変な一日でしたね。お客様がたくさんいらっしゃって、一時はどうなることかと思いましたが、なんとか無事に終わってよかったです。それはきっとあなたがすぐに、うん、まあ人手が一人いるだけで全然違いますからね。お、これはこれはお誘いかな。そこの自販機かよ。おい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 、そんなつもりで行ったのではないのですが。あ、そんなつもりじゃないの。一緒にお茶しに行こうっていう、言葉に甘えて一緒にお茶しようっていうことじゃないの。お願いできますか。あなたも同じものが。アイスミルクティーか。いや俺こういう時はね、やっぱね仕事が終わってすげえ大変な後はなんかね炭酸でシュワワーっとしたいですね。同じ飲み物を選んで、あなたとは気が合わせてるんだよ。だからはい、ささやかにお疲れ様の乾杯をしましょう。はい、お疲れーす。あれ、イベントもしや始まっちゃう。これちょっとタイミング的に一回切りたいんだけど。うん、そうっすね、申し訳ないけどちょっと時間がいいところなんで、今回はこれで終了して、次回このイベントからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。